右の読み方だ。よ。相手が、左右のパンチをこう打ってきますので、一発目左のパンチを中段飛ばしてね、しっかりセンターラインをしっかり割るように受けて、二発目を、左足飛び込みながら相手の肩を使いますね、使います。でこの時にこうパンチ来てますから、しっかり横に入るね、ようにしてください。この時に、こうサポート的に右の下段払いしながら行ってもいいので OK ですね。しっかりこれいつもと一緒に払って、まあ、一旦この左手で蹴った後にこの足の体重を使って回すようになるんですね。目安としては足を思いっきり引いて、反対側にここまで足を引いてしまっておくとあとが楽ですね、はい。で今度は相手が、パンチパンチとロングいきます。でこれはですね、2021年の、7月、8月ぐらいですかね、に、新山館長からあの、改訂が入りまして、ちょっと変更になってます。古いね、DVD とか、動画見ると、違うかもしれませんが、これがちょっとね、21年の夏に改訂された部分なんですけども、相手がワン、ツー、ローですね。でこれを中段押し、中段押し、ブロックしますね。でそこから引き回し、横になります。左手をパーンしますね、ボディします。で、左手で蹴った後に、この足を戻しながら首を離します。で、ここから、入りながら、一歩張りながら、左手を引いて、右手を突き押して、釣り込み投げ、投げて、倒し切ります。で、これが、3になりますね。もう一度いきます。はい、ワン、ツー、ブロック、引き回し、左手に戻します。で一歩入って釣り込み、ね、しっかり引く、押す、で倒していきます、はい。で次ですね、次は相手が、右のパンチから下突きって打ってくるので、右のパンチを中段押し、で下突きで下段払いですね。必ず2回行きますけど、2つを一緒に受けてしまう人いますけども、必ず1、2発受けて。ね、こう1、2発受けて右足上げて肩を掴んで、ね、掴んで引き回し、で左手で蹴ってこの、ね、体重移動を使って巻き込み投げをしっかり強くします。はい。次ここ行きます。今度はワン、ツー、クロスロープですね。で、これをちょっと元の位置をちょっと手前に置きますね。ワン、ツー、クロス、ロック、手前に置いて、で、引き回し、相手を引き回しますね。で、左手で蹴るんですが、相手が嫌がって頭を上げるので、そのね、足に足払いをしていくんですが、蹴った時、下ろすときに、反動を使って足払いをします。なので、ワン、ツー、クロス、ブロックで引き回し、左蹴りで足払いですね。しっかりこう、手を引きながら足払いですから、よくあの釣り込み投げとは違うので、釣り込み投げはね、ちょっとこう開いて体をオープンして、足はこうね、足の裏を使っていく感じなんですが、足払いですからつま先から入って相手の肩をしっかり引いてください。
6になります、6ですけども相手が、前蹴りですね、前蹴りから上段、右の前蹴りから左の上段回しができます。で右の前蹴りを下段からします。で上段ねこう 蹴ってきますので、これをスウェーバックで避けますね。こう払ってスウェーバックで避けます。で払うとスウェーバックでグッていって、この足で反動で前に出るような感じでいきたいので、ただここでまっすぐ入るんではなくて、払うスウェーバックして相手が構えてるね前の手をここで押さえながら、ね、叩き起こしながら上段後ろ回してきますから、払ってスウェーバックで押さえます。でこの状態で上段から前を置いて後ろ回し切りで決めますね。状況的に相手がですね、上段を避けて一歩下がってるところに後ろ回しを決めるイメージですね。次です、反対です。7もですけど同じ似たような状況なんですけど、左の前蹴り、ね、左の前蹴り来るのを下段回し、右の上段来るのをスウェーバックになります。で相手は右足は右手前、それはその前の手を前の手で押さえて、ね、横入れながら押さえて手を落として上段後ろ回しからハーフステップですね。こう後ろ回しを完全に下げ切るのではなくて、後ろ回し半分戻して半分出てですね、こう後ろ回し半分来てここでスイッチで入っているのですね。なので左の下段回してスウェーバック最後押し入って上段置いて後ろ回し、ここでハーフステップで上段回し蹴り持っていきますね。で次ですけど、次は、相手が上段後ろ回しから後ろ回しですね、右の上段回しから左の後ろ回し、同じ方向から2回切ります。一発目はですね、上段をスウェーバックで避けます。そしたら相手がもうバックね今見えてますので、ここに飛び込みながら、相手のバック押しで飛び込みながら、ね、肩を掴んでいきますが、必ずこのガードですね、スウェーバックし後ろ回してますから、ガードを相手に剣に向けてガードして、で掴んで、で上段を蹴ります。で蹴った後に、まあ、首がここにありますから、この首をしっかりかけて、でこの足を下ろす勢いでまっすぐ投げていきますね。次は、9ですね。9も一緒で、9は、相手が左の上段来て後ろ回しこっちから来てますね。なので上段をスウェーバック、で後ろ回しでガードをしっかり上げて相手の肩を掴むんですね。バックポジションを取ります。しっかり避けてバックポジションでガードですね。で相手の、顔に上段を蹴ります。蹴った後に首をかけて、上段蹴って首かけて、この足を下ろす勢いを使ってこう持ってるんですが、ここでちょっとね、しっかりやってほしいのは、このかけた首を今頭こっち向いて、頭をこっち向いてますね。頭をこっち持ってて、頭こっち足こっちっていうふうに巻き込み投げしていきます。ここ重要ですね。スウェーバックしてバックポジション、上段蹴ってで首かけたらグッと持ってきて、これをこっち向いてねグッと回して、で前の膝で白身としてね背中肩を押さえるようにしっかりグッと入れてしっかり引きます。でパンチを打ち込みます、ね、ここまでいったらパンチを打ち込む、打ち込んでこの状態しっかり打ち込みます。で手を添えてしっかり両手離れて掴んで膝上げますね。でかかと蹴りをしながらこれを引き上げます、ね、引き上げてこのまま下げちゃうんですね。この蹴った後に一回上げて下がります、ね。決めなんですけどもしっかり打ち込む、ね、よくパンチからかかと蹴りがありますから、パンチが浅くなってしまう人が多いですけど、しっかりパンチを打ち込む、打ち込んで、ね、かかとも返して、ね、手を、ね、しっかり持って足を上げますね。膝を上げて蹴るときに引きますね。で蹴った後このまま下がると相手の肩が邪魔で下がらないので、これを上げてから下がって構えます。これ気をつけてね、蹴った後にそのまま下がれませんから、蹴って上げて下がります。押す。